ボクシングの方にずっとやっておりまして、昨日あれ終わったらね、すぐ試合があったんですよ。すぐ駆けつけて、いなくなっちゃった。いやもうあれいないでいなかったの、エンディングがなかったから。すぐ昨日行ったら、おかげさまでうちの弟子が KO 勝ちをしまして、はい、まだまだそういう若い人たちがたくさん今ね、地方からいっぱい来るんですよ。本当に中学卒業、あれ家出たんだね。いや家出ですよ、家出で。それでやっぱりジムを調べて、寮があるから、でもう寮に入って、うん、もう中には本当にね、変な話、悪さしてる子ばっかなんですよ。みんな悪いの、ほとんど。もうなんかこうね、いたずらしたりしてね、うん、そういう子たちを最初のうち挨拶はできないが、どうもなんないんですよ。だからやっぱりボクシングを始めて、ボクシングの辛さとか減量の辛さを知ると人間変わるんだね。いや本当にもうみんなもう1年経ってやっぱりプロのテストを取ってプロになると、みんなやっぱ変わりますね。本当にあの子、この子がこんなに変わるのかなと思うんだよね。全員みんな一緒のような境遇の方が来てるから、やっぱりそういう意味ではいろんな、やっぱりこう相談したりとかね、仲間ができるんだよね。